ここが仙台、東北を担う NHK の新しい社屋か。東北、そうか。声を出せ。はい。声を出せ。はい。立花、お前。NHK をぶっ壊すと言っときながら全くぶっ壊れてなくて新しいのがここに立ってんぞ、お前。なあ、立花、お前 NHK の工作員だろ。 NHK をぶっ壊すさ。全くぶっ壊れてねえ。お前らがぶっ壊れてる。お前のどこにいた菊竹はなんと日本保守党応援ごっこ。黒川の動画で見たよ。お前ら、打ち言えば裏切り。まあ、滑稽。そんなお前に届けたい新曲、マダーミステリーと。まだミステリーそうだぜ。オワコンだと気づく時がある。何か人と違ったことをやらかしたくて裏金作り探して俺やってきた。本気で騙せるやつがそばにいるから、語る彼もあるはずさ。目をつぶればいつもそこに彼がある。二人は描けのない生かすナイスマイマネー。全ては俺のやり方の正解。邪魔する暗示は消してしまえ。大人のおもちゃはベッドに転がってる。明日へ向かってずっとこのまま逃げ続けて行けばいい。Hey! Hey! 橘、お前さ、2020年問題また来たな。あの時お前2019年はものすごく躍進して、悪名は無名を勝るだったけど、2020年は平塚に持ってかれたよな。平塚の国民主権と567はただの風、渋谷クラスターフェスごっこでお前らの話ほとんど消えちまった。それが今回の東京中国補欠選挙で黒川陣営が圧倒的に数字を今取り回して、お前どうだ、30人集まらねえで最悪20人とか言っちゃってんじゃんねえ。そしてその補正に出てる登山家チューバーエルビスとね、遭難しないことを祈るよ。ミステリー、すべては俺のやり方のせいかい。だがそのアンチは消してしまえ。大人のベッド、ベッド、お前何やってんだよお前な。ベッドでお前ピンクローターごっこ、お前フロアにウジ虫お前湧いててお前踏みつぶしたそうじゃねえかよ。聞いてんぞお前。このまま逃げ続けて行けばいい。明日へ向かって明日へ向かってずっとこのまま逃げ続けて行けばいい。
ましょうな。Stairway to Waco。 Stairway 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 to Waco。